に写真を撮ってください。鹿の中さあ皆様大変長らくお待たせいたしました。いやいやお待たせしすぎたのかもしれません。2022東京オートサロンついに出来上がったですよ。超スーパー幅広ワイドエアロシステムボディキット、ややこしいけど、長ったらならしい名前ですが、色見て色、 GTR ニスモ R35 ですね。ニスモのステルスグレー、かっこよか。これはね、今グレーっぽく見えるけど、炎天下の下に持っていたりとか、強い光を当てると青っぽくなるとですよ、かっこよか。はい、これね、実はね、2020年作ったのはこれ2ドアの幅広、今回は4ドアですよ。皆さん、作れ作れって言ってた方々、絶対会員社員を頼むよ本当に。こだわりのポイント1、ここつるっとね、耳が分かりませんね。通常サイドステップってその隣の車フェンダーにかぶさっとんですよ、こうやって。がしかし、だがしかし、一体もののようにまるで純正品つるっと、かっこ後ろもそうですからね。ほら、通常ならば隣の車ここかぶっとるね、こうね、取ってつけた感がないように滑らかにラインを出してみました。そしてもう一つのこだわりポイント、ここ多分ね、4ドアのスカイライン乗ってる人は分かると思うんですが、このライン、さあ見覚えがあるですね、2ドアの R34 もしくは GTR のラインですよ。これほら、乗ってない人は分からんですね。通常このスカイラインの4ドアがどんなバンパーかというと、こうなっとるんですよ、こう。言っても分かんない人のために隣に用意してあります、このスカイライン3人のリアバンパー、ほら、あんな風な形についとるんですよ。そうそう、それがね、4ドアのバンパー、あんな感じで、がしかしで、ここも取ってつけた感があるね、この隣の車、ほら、かぶさっとるね、こう。がしかし、滑らかに一体感があるように作ってみました。そしてリスペクト、これね、R35の新しいやつって、なんか羽がこうなっとるの写真で見た。でくるくるっとね、翼端板だけ新規製作してみました。この角度がね、ちょっとね、大きさがよく分からずに、さあ皆さん何を使ったと思うですか。はい、あっちにいる息子の親指、こんな感じ、ちょうどね、親指の形で鉛筆でなぞったらいい感じになったんですよ。まあこれちょっとやり替えるんですけどね、終わったら間に合わずに。そしてこのワイパー見えるですか、ワイパー、こいつリアワイパー動かすと尻尾振っとるね、お利口3倍。はい、まあこんなところでしょうか。そしてこれマフラー、これね、本物のカーボンなんですよ。これ燃えると思うでしょ、これが燃えんとです。まあこの辺もおいおい作ろうかなと、試作品状態ですけどやってみました。ここもほら、滑らかにノーマルっぽいね。ワイド幅は大体75ミリから80ミリぐらい、片側膨れとるんですよ。あ、前もそう、75から約80ミリぐらい膨れとるですね。今回はホイールがちょっとレイズさんということで、ボルクレーシング 21C か、こんな感じですね。これね、一応息子のサポートを受け取るレイズさん、これをチョイスしてみました。あとは何ですかこれ。あ、お目目がね、
スモーク、ライトカバー装着で、大体皆さんこういう車って GTR のエンブレムとかスケールですね。あえてこれ新品買ってきたですよ。これもう通常のスカイライン、ね、GTR ではありません。しかしこの車聞いて驚くな、見て呆れるな、四駆なんですよ。珍しか、ENR34 あまり聞かないですね。これ探した探した、マニュアルの ENR ってなかなかなくて、まあ、北海道か東北とかあっちの方にはたまにあるぐらい。これは珍しかですよ。あとはね、ドアミラー、この辺を黒、羽も黒、ここもね黒にしようかどうかすごく迷ったですけど、あえてそのままもう悪くないね。こんな感じでエアロキットは11点フルキットで販売予定でございます。じゃんじゃんお待ちしとる。そうキット販売、あの全部ね膨らってるので、単品ではちょっとみすぼらしいことになってしまいますね。頭でっかちになったりバンパーだけ買うと、ここまで膨れとるですからね。はい、いやーかっこよか、間に合ってよかった。あ、これはねエロ本、エロ本と言います。エロ本ではありませんよ。エロ本、エアロボンネット、クーリングするやつね。ここもね網網だけ黒に塗ろうと思いましたが、あえてそのまま、ステルスグレーの状態で。そして中身、これがね開いとるね。はい、フルブリッドですよ。中身はこれ、ね、ブリッドユーロスター、そのバリバリ走る車ではないので、フルバケよりもこのリクライニングするで、ここはまあ高くなくて乗り降りしやすい、長距離が苦にならない、いいシートをチョイスしましたよ。そしてこれ後ろもほらこのように、はい、ドアの内張りはノーマル、間に合いませんでした。ここもね本当張り替えようと思ったんですけどね、なかなかこの年末年始、ああ忙しか、車作るのにいっぱいいっぱいという、まあなんとなくこんな感じで、荒探しされるといろいろ問題もあるでしょうが、無事に展示することができました。お客さんもああ言って呆れ顔でこっちを見とるね。はい、さあそして明日が本番の日曜日、あんましお客さん来ても怖いような、でもいないと寂しいような、こんな感じで期待と不安を背負いながら、ちょっとこれね好評だったらいいなと。写真は撮ってもお金払っていく人はおらんですよ。はい、これくださいはなかなかないですね、やっぱりね。でしょ。まあでもこれ偶然ですよ。スカイライン32333全部全部揃っとる、珍しいことに。ほら、通常ねこうやってスカイラインがこのような古い中古車みたいなのが並ぶことはないですけど、今回は偶然にも32と33と34全部、34がでもいいな、かっこよか、32もでもかっこいいな。 GTR ですからね、あれね、今となってお宝の 33GTR と 32GTR、これただのドリ車ですね。はい、というわけで皆様のお越しを、首と鼻の下を長く伸ばして待っとるとです。まあ、そして車はねこのように角ポールポジションですね。隣はほらダンロップさんですよ。いい場所に車を置いております。そしてメインであるこのお土産屋、そしてほらあらギャルが買い物に来とるね、珍しいね。こんにちは、いらっしゃい。あ、恥ずかしか、バブね、これですね。はい、喋ってくれません。やっぱりカード、あ、カードです。あの暗証番号教えてもらっていいですか。あ、ちょっとまずくないですか。俺はまずくない。俺がまずいです。大丈夫大丈夫、ちょボロ隠し買わせていただきます。えらい、ボロ隠しじゃないのこれ。ヘッドライトカバー超高級ヘッドライトカバーです。だいぶ安いんで、うん、この場で買っちゃいます。で、
暗証番号を教えてもらっていいですか。なかなかその手には乗らんですね。そう、このような感じで仕事しとるですね。どうぞどうぞ、今なら買い放題ですよ。なんか探し物があれば相談に乗るですよ、悩み事があれば。今何を買おうか、ね、何を買おうかって、もちろん高いもの、ね、カードも使えるですよ。カードもクレジットもペイペイかパイパイか知らんけど、そんなのも手持ちがなければね。聞いとる？聞いてますよ、うん、聞いてますよ。心配になっちゃうね。こうやって3日間が終わるとですね、あ、でも明日ちょっと楽しみにしとくです。さあ皆様、大変長らく待っとらんね、多分ね、延期延期、そしてさらに延期のまた延期、超伸び伸びこの企画、ユニバーサルスタジオ博多ってこのトークイベントやるようにしとったんですよ。有観客、お客さんが入って、まあ漫談か落語か、なんかそんな感じ、一人で喋るんですけど、これがね、ようやく2022年1月30日18時より始まるんですね。ついにお客さん来るですが、これはね、今ほら変なウイルスが流行ってどうしようみたいなね、また延期になるのかって、なんか主催者やる言うとるですよ。だから酸素ボンベかなんか俺も背負って行こうと思っとるですけど、はい、ここ場所はね、押上、何これ、ワロップ放送局は、これ行ったこともんだ、どこというところでやるとです。え、あ、東京スカイツリー、あの辺ですね、あの辺のふもとぐらいで、ここ押上ワロップ放送局、これはあの何ですか、地図見たら出てくるですね、多分ね、Google 先生にでも聞いてください。そして1枚3000円チケット、何時間やるんですかこれ。まあ1時間半から2時間も延長料金なし。ここオートサロン会場でも、これチケット安っぽいけどこれ売っとるんですね。これね、1枚買うと絶対コピーできるですよ、この安っぽい紙。1枚3000円で好評発売中。今回はもう特別に20枚持ってきたらしいですけど、全て余っとるですね、これ。誰かもう頼む、ね、もう来なくてもいいから、もう寄付だと思って3000円、このカゴに入れてくれれば、もう持ってってよかですよ、ね、お金が入っとらんで餌だけなくなっとる恐れは大ですね。というわけで1月30日18時より、あ、18時にオープン、やるのは18時半ぐらいでしょうね、多分ね。あ、18時スタート、遅刻のないように、終わったらもう打ち上げやるですかね、これね、コロナのあれでよく分かりませんが、1月30日18時、3000円頼むマジで。もう来なくてもよか、この20枚売りたいということですね、主催者さん。はい、20枚、もうまとめて誰か誰か20枚、ま、買いそうなやつがいたよ、ほら。3000円かけ20は 6万、あ、そうっす、6万円ほら売れたよ。はい、というわけで1月30日18時開演でございます。さあ、果たして何人来るのか、もしかして延期になるのか、乞うご期待。